アレクセイ・ニコライヴィチ・ロマノフは、ロシア帝国皇帝ニコライ2世の第一王子、ロシア帝国最後の皇太子。1917年の2月革命で成立した、臨時政府によって、家族と共に監禁された。10月革命で権力を掌握したウラジーミル・レーニン、率いるボリシェビキの命を受けたチェーカーによって、翌1918年7月17日に、 長方機的殺害が実行され、エカテリンブルクのイパチェフ館において、家族、従者と共にわずか13歳の若さで銃殺された。聖教会で成人。ニコライ2世とアレクサンドラ皇后の第5子、第1王子として生まれる。夫妻の待望の皇太子で、家族、とりわけ母アレクサンドラから溺愛された。しかし先天的に、 母親を通じて、イギリスのビクトリア女王の家系から遺伝的にもたらされた血友病の患者としての誕生であった。それゆえ、少しの怪我でも大量に出血してしまうため、生命の危険にさらされることもしばしばあったという。しかし、皇太子の血友病のことは極秘であったため、皇帝夫妻の親しい友人でさえそのことを知らなかった。 様々な病気の治療者として評判になっていた、グリゴリー・ラスプーチンが、皇太子の血友病の治癒を行ったため、皇帝夫妻のラスプーチンに対する信頼は揺るぎない、ものとなった。第一次世界大戦中の1915年秋、ニコライ2世は、長期滞在のために、息子アレクセイと共に、ロシア軍の大本営にやってきた。誕生以来、 女性の世界の中で育てられてきたアレクセイに男性的な教育を施し兵士の士気を高める狙いがあった。実際にアレクセイが姿を見せると至るところで熱狂が巻き起こった。司令部へ向かう途中にアレクセイは初めて前線部隊の越兵の模様を見た。そして死を目前に戦った兵士たちの体験談を真剣な眼差しで聞いた。モギリョフの宿舎では ニコライ二世とアレクセイは同じ部屋にベッドを並べて寝た。ニコライ二世はアレクサンドラに送った手紙の中で、二人、並んで、寝るのは楽しいものですと報告した。ニコライ二世は、アレクセイは、ここの私の生活に大きな光を与えてくれたと、書いたが、これより後には、彼と一緒にいると、我々全員に光明と生命を与えてくれるようだと、語っており、二人が、 父と息子の触れ合いを楽しんでいた様子が伺える。軍隊生活を非常に好み、元気になっていった。兵士が食べる黒パンを自分も食べ、宮殿で食べる食事を提供された時も、それは兵士が食べるものではないと拒否した。ニコライ二世は妻への手紙の中で、噴水で水をかける遊びを最も好んでいると書いている。ベルギー、イギリス、フランス、日本。 イタリア、セルビアの外国人の軍を非常に好んでいた。1916年に上等兵の階級を与えられたが、それを非常に誇りに思っていた。1917年3月、2月革命により父、ニコライ2世が退位する際、ニコライは、アレクセイの健康を理由に継承権を放棄させ、実定で、アレクセイのおじにあたるミハイル・アレクサンドロビチ大公に、 定位を譲ろうとしたが、ミハイル・アレクサンドロビチ大公は、臨時政府法省のアレクサンドル・ケレンスキーから、身の安全を保障できないと通告されたため、即位自体に追い込まれた。一家は、ザールス・コエ・セローのアレクサンドロフスキー宮殿に、自宅南京下に置かれ、その際にアレクセイは裏切りを経験した。10年間、アレクセイの傍ら近くに使え、 転ぶ前にとっさに支えたり、痛む足を鍛錬にさすったりして献身的に、アレクセイの世話をしていたかのように見られていた水兵の、ジェレベンコがアレクセイに残酷な仕返しをした挙句、宮殿から逃げ去るという事件が起こっている。この一部始終を、アレクサンドラの親友で助監を務めたアンナビル・ボバが、回想している。 アレクセイはその後に監視下に置かれたトボリスクで、建物内の階段をそりに乗って降りて転倒し、足の付け根を負傷した。痛みが急速にひどくなり、アレクセイは悲鳴を上げあいぎながら、ママ、僕は死にたい。死ぬことなんか、怖くない。ここでこうしているのが、とても怖いんだとアレクサンドラに訴えた。出血後の状態は、非常に悪く、1918年4月に、 ボリシェビキが両親と姉のマリア・ニコライブ・ナミコをエカテリンブルクへ移送させたとき、重病で、すぐには移動できなかった。最終的にアレクセイは、他の3人の姉妹と共に家族に合流したが、亡くなる直前には、車椅子で生活をしなければならなくなっていた。ロマノフ家に同情的だった、警備兵はアレクセイについてこう書き残している。 ニコライ二世は発酵の息子の苦しむ様子をベッドの傍らで見守りながら次第に絶望感に陥っていった。それまでは毎日記していた日記も6月に入ってからは途切れがちになっている。1918年7月17日にエカテリンブルクにある地下室で父母と4人の姉や4人の 使用人と共に残酷に殺害された時、あと1ヶ月たらずで14歳の誕生日を迎えるところだった。殺害は、チェーカーから派遣された、新任の警護隊長、ヤコフ・ユロフスキーの指揮下で実行された。元皇帝一家は夜中に起きるように言われ、服を着替えてから階段を降りた。ニコライ二世はアレクセイを持ち上げて移動した。アレクサンドラは椅子を持ってきてくれと求めた。 元皇帝一家と使用人が席を確保したとき、ユロフスキーが殺害の実行を発表した。ニコライ二世が最初に銃殺され、アレクサンドラと二人の使用人も死亡した。逃げることもできなかったアレクセイは椅子に座りながら怯えており、暗殺者が何度も中堅で刺しても死なずに、家族の血の海の中でもがき苦しんでいた。アレクセイは、 チュニックの下に着ていたシャツを包んでいた宝石によって守られていた。最後に、ユロフスキーが、アレクセイの頭に二度弾丸を発射し、黙り込んだ。元皇帝一家の意外は長らく行方がわからず、一部には、生存逃避行説も流れたが、70年以上経った1989年、銃殺され埋葬された遺骨が発掘され、1991年に改装された。 しかし、アレクセイとマリアの遺骨は発見されず捜索が続けられた結果、2007年8月にエカテリンブルク近郊で二人のものと思われる遺骨が発見された。DNA 鑑定を行い、2008年4月、遺骨はアレクセイとマリアのものと公表された。またこの二つの遺体は切られた跡があるために焼却する。前にバラバラにされた可能性があるという事実がわかり、 かなり残酷な殺され方だったことも判明した。ありがとうございます。